都大丈夫？音はちゃんと入ってますかね？これ全部あのリアルタイムですからね。这个是完全音出てるかなこれ？哦，即时的运算哦。声音没有问题，音出てないかな？ゲームの音。出てますね。大丈夫？大丈夫大丈夫です。来た来た。啊，声音没有问题。没问题。はい、実際にですね、まあ松山さんが。操ってるキャラクターは柱間ですね。はい、で、方がマダラと戦うというね。オレンジのね、オーラをまとってる方が私です。各位看到橘色是松山制作人所操作的千手柱间初代火影。然后对抗的是宇宙波斑。実機の映像になってますね。这完全是游戏的实际化。是。这刚刚的图不是骗人的，这真的是游戏角色就是这样子。おお、地面がちゃんと削られてるんですよね。お前の力はこの程度ではない。行くぞ。好快就可以造出。系统上有什么不一样吗？就最基根本上的系统部分。バトルシステムは何か変更されたことがありますか？基本的な簡単操作で大迫力の忍者アクションというのはそのままに、いろんなところがゲームバトルとしてパワーアップしてます。目前在这个地方啊，比较大魄力及一些基本的操作部分，原则上是跟之前一样的。是哦，今回も戦なんでね、実際にプレイをしてきて、ゲージによってどんどんと物語が変わっていくっていう展開だったんですね。那其实呢，在我们这个体验版的部分呢，在那个进行的剧情当已经达到一个程度呢，是战斗方式会改变。对啊，这个有直接开始哦。はい、で今回新しく今回はアーマーブレイクです。这个是这次的一个新的系统叫，鎧がなくなっていくみたいな。这次的新的系统叫做装备破坏，哇，对，破坏盔甲系统。连武器都破坏。然后当破坏之后可以进行更大的攻击。是。でほら相手の武器もですね。まだ武器も今壊れてますね。你可以看到那个宇智波斑，他原本有拿的武器也被我们打掉，所以也是可以进行武器的破坏。哇。これもなんか新しい、直感的なインタラクティブでボタンを押すことができるんですね。这个是这次的新的战斗系统之一。这个真的是很有不同的融入感。啊，かなり不思議感が強いです。まあでも絶好調です。もらった。はい。哦，那被破坏装备的对手，那个对手有什么差别吗？对，你これを止められるか。手をこまねいているだけでは俺に届かない。木流の術。そう、防御力が低くなる。那在武器破坏之外，武器破坏的话，招对手的招式会不会有的不能使用呢？武器が破壊されると相手の攻撃方法が変わる。そう変わる感じ。他对手的攻击模式也会改变。是哦。那这个状态对战的时候，玩家对战的时候也是会有的吗？普通のフリープレイもこういうような性があるな。こういうようなバトルシステムがある。フリープレイはまだその新しい対戦システムのね、バトルシステムの話をアナウンスできてないんで、もうちょっとしてからちゃんと言いますけど、もっともっとパワーアップしてます。那个可以。那个因为呢，在那个自由对战的部分呢，有很多新的系，有一些新的系统导入，目前还不能公开，但是呢，也请各位期待啦。所以，而且咱们这边，可以看到，有九尾出来了。当那个斑已经被受到一定伤害的时候呢，他跳到九尾身上，战斗模式，他发出尾兽玉。哇！那个把九尾都在靠钢筋上顶，太棒了。那个，哦。木人反击了，有回收玉。嗯，你看，真哇！这完全是不新的演出方式，更有劲。比丘尼斯萨诺，お互い温まってきた頃。結構今回この顔の表情がですね、すごい良かったですね。对，可以看到那个角色们的表情，真是非常的丰富。刚才出招的时候啊，他念招的，出招在念那个招式名称的嘴型是对的，相当的灵，对，就是很灵活的表现。但是在嘴型所表现。哦。どちらが上か結構大変。可以看到现在是。これちゃんと地面の方とか見ていただくと、戦いによってどんどんと焼け野原になってますね。所以可以看到在激烈战斗当中呢，那个地面也
大地也燃烧起来了，这些也会被破坏哦。这真的是 PS4 才有办法做到这样的效果。哇！で実際このダメージを与えていくとこのスタノをまとっているんですがスタノがどんどん剥がれていくっていう感じになってますね。那个目前呢柱间所操作的是召唤牧人召唤嘛，那那个班这边呢他叫出来的是装备了须佐能乎的九尾，对，那经由牧人不断的攻击之后，须佐能乎的装甲也会逐一的剥落。这个状态它也是会有装备破坏的，对，你可以看到它的颜色会逐渐改变，逐渐的不一样了。ちゃんとこれ殴ったところが壊れていくからね。你可以看到被攻击的地方确实有确实的破坏到，他装甲都有掉落。もらった、もらった。哇！結構左側ばっか殴ってるから、左側のアーマーがね剥がれていく。那你可以看到左手边的那个，因为他一直被殴打，所以呢那边掉了很多装甲。我想问为什么都不先用野具呢？攻击开始。哇！哦！この木人とあのキュービーの戦いってこういう巨大バトルになってもフリープレイの時と同じ感覚で遊べるようになってるから四角ボタンはあの変わらずショット丸ボタンが攻撃っていうふうになってます。那其实呢我们现在虽然是在那种巨大模型战的，可是其实呢战斗的方式原则上操作方式其实跟我们一般的那个自由对战其实类似的，就一样按键呢 是可以使出手里剑的部分呢，我们也一样可以发炮。那我们在我们哦，反正也快结束了。这个我们是原作没有这一段了，没有做出那么华丽的表现，我看人都傻了。好了，来，一个肉。啊，まあね、こういう表現はね、尾兽ゲームならではの表現。一点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 ，我们要小心小心，因为这时候那个九尾要发出尾兽玉了，必须要赶快中断它。中断成功，其实我还蛮想看它发出来的。やはりお前との。これ破壊しないと大変なことになっちゃうんですよね。俺とここまで対等に。あ、そっちを見たいんだ。でも次もし使ってきたらやる。如果他在用的话，我会表面。ボスバトルでもウェブオンブレイクがあります。你可以看到那个尽管是巨大 boss 对战的，他也可以破坏他的武器。我们可以捡他的武器来用，而且还可以捡他的武器。快！その武器を太帅了。できるかって変わりますね。是。啊，那他可以捡回来吗？对手可以捡，会捡回来吗？いや、これはね、こっちが拾って使えるんです。只有我方可以捡，对方已经不能再捡了。被打掉就是真的被破坏了。对对对。哦，现在不停的被攻击。危ないじゃないですか？哦，很危险。嫌な位置にいるから、今のうち今のうち。趁现在。よし。现在。よし、取った。哦。捡回啊。哦。哦。努力呢？哦，聊天室也沸腾了，大家超嗨的。全都入伍了，都是努力啊，干的。这不是气功吗？这不是阿文奈，哦，阿文奈，很危险。哇，连闪躲都这么破力！哦，哎，对，直接控制了。你可以看到那个松山先生手上正在不停的转动手把。哦，左内底，左内底是不停的转动。地面もどんどん竜巻になりながら剥がし、地面也不停的被破壊、砂石也全部飞起来。我都晕车啊！哦哦，这已经是怪兽级的对战了，太强了！哦，看起来是已经把班打败了。哦。真的是各种演绎啊！那这一代在角色的表情上面下相当大的功夫啊！那个非常棒，真的是下了非常多功夫。めっちゃこだわってやってるから、哦，来，这个就是大家熟悉的千手佛像，从千手柱间所召唤出来。哦。柱馬
要，这不是影片哦，这是控，这也要控制。这是时机，请看一下。哦，ボタンをめっちゃ押してるからボタンも溶けちゃうの。哦。哎呦！嗯。哦。はい、というところまでが。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。谢谢大家。